皆さんお疲れ様です。今月の定例記者会見よろしくお願いいたします。新しい形になっておりますが、これまで通り皆さんからの質問にしっかりとお受けさせていただこうと思っております。よろしくお願いいたします。それでは着座にて失礼いたします。まず冒頭私の方からですね、震災発生から今日で240日、まもなく8ヶ月となります。8月22、23、28、29と敷地区10の自治会を対象に下水道工事の工程やその施工方法につきましての説明会を行ってきました。今後10月の中旬から4件の工事を着手することとしておりまして、説明会でいただきましたご意見等を反映しながら、被災者の方々が一日も早く日常生活を取り戻していただけるように復旧復興に努めてまいろうと考えております。また公費解体につきましては、申請書類の準備等に時間を要することからですね、申請期限をこれまで6月末から9月末までに延長をしてまいりました。この間公費解体の実施が本格化するとともに、住宅の修繕にかかる新しい支援策に関しましても高岡の方では打ち出しをさせていただきました。被災者の皆様方は住居等のですね、復旧、これについてですね、今真剣にお考えいただいているタイミングだと思っております。で、支援の選択肢が増えることによりまして、生活の再建方法について判断というものは複雑、また悩みも多くなるものだと思っております。一方で所有者不明の損壊家屋等の対応につきましては一定程度の時間が必要となってまいります。以上のことから、この公費解体の申請期限をですね、再度延長することを決めさせていただきます。12月の28日までといたしたいと思います。これに伴いまして、高岡市緊急移住支援金につきましても対象期間を再延長させていただきまして、住居の移転等のご判断をいただいた場合の生活再建の支援も継続してまいることといたします。12月末までの転居転入を対象といたしまして、支援金の申請は1月末までといたします。これがまず審査に関することであります。次に今日ポスターもですね、掲示させていただいています。工業都市高岡の秋につきましてです。毎年秋に開催しておりますクラフトに関連したイベント、工業都市高岡の秋につきまして、9月の21日の土曜日から23日月曜日の祝日まで、祝日じゃないですね、振り返り休日まで、千葉町2024、22日と23日には見られ金谷町を同時開催いたします。また10月の19日、20日には市営高岡中央駐車場におきまして次の手を、これで2年連続になりますが開催いたします。千葉町に関しましては今年で13回目の開催となります。小田谷町エリアや21、22日には歩行者天国を行う山頂筋エリアを中心に、クラフトやアートの展示、販売、ワークショップ、グルメ企画を実施いたします。今回山頂筋にコーヒーカップをテーマにした出店エリアが登場するほか、高岡の伝統工芸職人がですね、バーテンダーとなって会話とお酒を楽しむ職人バーが2019年以来のリアル開催として復活いたします。また市内各地の工房、工場を職人が皆さんにご案内していただきますオープンファクトリーでは、新たに職人巡りロゲーニングと称しまして、工場を訪れ職人と親しむポイントラリーも実施させていただき、高岡の街全体でクラフトやアートをお楽しみいただける3日間となっております。また見られ金谷町では野外部市保存会による野外部がオープニングを飾っていただきまして、22日、23日の2日間、この専門講師が映える金谷町で工芸品の展示販売、作家や職人直伝のワークショップ等もですね、開催をさせていただきますし、着物ファッションショーの開催もございます。見て感じてまた食して楽しい高岡のこの工芸都市秋をですね、楽しんでいただきますように、たくさんの方々をおもてなしをしてまいりたいと考えております。で、冒頭最後となりますが、私がフォトウェイに行って、お約束を取り付けてまいりました ELP プログラムの受講の開始について、ご説明をさせていただきます。昨年フォトウェイ市、訪問時にですね、私たちの方からですね、未来を担う国際的な人材の育成を目指しまして、パデュー大学さんとの交渉をさせていただきまして、このオンライン英会話プログラム、これが ELP プログラムと申しますが、
市内の教育機関に導入することが決定いたしました。導入される学校でありますが、県立福岡高等学校、県立伏木高等学校の生徒たちが9月からこのプログラムの受講を開始させていただくことが決まりましたので、お知らせをさせていただきます。パデュー大学はご存知の方も多いと思いますが、全世界を対象にした大学生や社会人対象のこのプログラムをお持ちでありました。高校生対象のプログラムはこれ世界初めてであります。この度この高校生対象プログラムを高岡の子どもたちのために決断をいただいたパデュー大学の皆様方には改めて感謝を申し上げたいと思っております。少し各学校の状況についてお話をさせていただきますと、福岡高校では9月下旬から2年生の英語コース38名が授業としてプログラムの受講を開始していただきます。また伏木高等学校では9月の上旬から英会話部のうち6名の生徒が受講を開始いたします。でこれまあ少し福岡と伏木で違いますが、伏木高校の場合に関してですが、こちら夜間に在宅で受講となるため取材がなかなか難しい状況であります。一方で福岡高校は受講の様子を取材いただけるよう調整を進めております。今後高校と協議した上で9月下旬に別途プレスリリースをさせていただこうと思っておりますので、ぜひとも取り上げのほどよろしくお願いいたします。すいません、これで冒頭最後だと思ったらもう一回ありました、ごめんなさい。万葉線の IC カードの導入についてご報告をさせていただきます。先日万葉線と JR 西の方からもですね、連盟の方でプレス発表があったので皆様もご存知だと思いますが、9月の28日より万葉線におきまして、イコカを含む全国で相互利用できます IC カードが利用可能となります。この IC カードというのは大変時間のかかったものではありますが、ここに来てようやくですね、この利便性向上というもので打ち出しができたということは、私も会長をお任せいただいているこの万葉線でありますので大変嬉しく思っております。一人でも多くの方がですね、この便利になった万葉線を使っていただきまして、乗車数がですね増えるように我々としても PR をしてまいりたいと考えております。また後ほどご説明もさせていただきますが、10月から12月にかけての北陸デスティネーションキャンペーンが開催されるわけでありますが、この期間中、全国から北陸へ訪れる方々も多くなると思いますので、本市といたしましてもですね、この機会をしっかりと捉えまして、観光事業者、交通事業者等と連携して、本市並びに県西部のですね、皆様の方に、と一緒になっておもてなしをしてまいりたいと考えております。以上が冒頭であります。それでは発表項目に従いましてご説明をさせていただきます。1点目は令和6年度9月定例会提出案件につきましてであります。まず1点目、補正予算案につきましてご説明をさせていただきます。今回の補正予算では、令和6年能登半島地震の復旧・復興事業を迅速かつ円滑に進めていくために、災害復旧工事に伴う一時的な仮住まいといたしまして、市独自に復旧工事推進住宅を確保いたします。また国の災害査定を受けました農地の復旧や追加で実施いたします下水道環境のカメラ調査や土砂撤去等に必要な経費を計上します。また県内で初めて子ども誰でも通園制度に試行的に取り組むほか、公共交通事業者や国の国庁乗り切り緊急支援の支援対象となっていない事業者への支援を実施するものであります。補正予算の規模は一般会計で11億9319万3000円、特別会計で3億38万3000円、合計14億9357万6000円であります。それでは主な事業につきましてご説明を申し上げます。1点目は復旧工事推進住宅運営事業であります。こちらは冒頭でも申し上げました通り、災害復旧工事を一日も早く進めるために工事に伴う沿線の方々の一時的な仮住まいとして市独自に復旧工事推進住宅を確保するものであります。2点目は国補助農地災害復旧事業、また市単独の農地災害復旧事業であります。
こちらは地震により被災した農業用施設、用排水路等のですね、復旧にあたりまして、国の災害査定を受けた事業等について必要となる事業費を確保するものであります。次に3点目であります。下水道環境のですね、災害復旧事業であります。震災後、時間の経過に伴い新たに確認された下水道環境の異常につきまして、カメラ調査や土砂撤去等を実施するための費用でございます。4点目であります。子ども誰でも通園制度試行的事業であります。子ども及び子育て家庭に対する支援の強化を図るために、保護者の就労状況にかかわらず保育所等に子どもを預けられる子ども誰でも通園制度が令和8年度より全国で実施されることを見据えまして、県内で初めて試行的に事業を実施するものであります。実施園につきましては、ハオカ保育園、実施期間は11月の1日から3月31日までを予定しております。利用対象者は高岡市在住の0歳6ヶ月から満3歳未満の未就園児であります。利用時間は月10時間を上限とさせていただき、利用料金は子ども1時間あたり300円、別途給食費また保険料をいただくこととなります。5点目です。公共交通活性化事業であります。沿線住民の通勤通学等のですね、市民生活に欠くことのできない交通手段の維持確保のため、国県と連携し路線バスの運行を支援するほか、開通のバスの10月ダイヤ改正に伴う案内板、このサイン等のですね、回収を行う費用を計上させていただきました。次に6点目であります。地域自主防犯組織支援事業であります。自治会の防犯カメラ設置に対する支援、これ今年度からですね、新たに今まではですね、子どもたちのですね、通学路等でやってきたものをですね、自治会等と相談しながら自治会の安全安心に必要な箇所にですね、設置できるように事業を見直しをさせていただいたところ、市民ニーズの高まりがありました。これにより伴いまして増額補正をさせていただくものであります。7点目は冒頭にも申し上げました。で電気料金、こちら特別高圧になりますが高騰対策事業であります。国の国庫乗り切り緊急支援の支援対象となっていない特別高圧を受電されておられます事業者の方に対しまして、負担軽減のための支援を実施させていただきます。対象は製造業で特別高圧を受電している事業者の方々、補助金額は使用電力量に対して補助、上限額は200万円とさせていただきます。8点目はものづくり持続的成長推進事業であります。女性の働く環境改善促進事業でもあります。ものづくり持続的成長推進事業の中に、中小企業等が女性の働く環境改善に取り組む費用を一部補助するメニューを新たに追加させていただき、生産性の向上や新規就労者の確保を支援するものであります。補助率は2分の1、上限額を50万円とさせていただきます。なお富山女性活躍企業に認定されている場合は補助率をかさ上げさせていただき、3分の2、上限額を100万円といたします。9点目であります。経営支援業務委託事業であります。これは市民病院が公的病院としての役割を担いつつ、将来にわたって安定的な医療を提供していくため、市民病院の収支改善を図るため経営支援業務を委託するものであります。次に10点目、公共施設等整備改修基金積立金であります。昨今の物価上昇傾向下におきましても、現在予定しております学校再編等を着実に進めていくため必要な財源を確保するものであります。11点目、財政調整基金積立金であります。今後の財政需要の変動に対応するため弾力的な財源を確保するための基金の積立であります。続きまして条例その他議案について申し上げをさせていただきます。条例議案につきましては、児童手当法の施行令の改正に伴いまして、妊産婦医療費助成において所得制限を撤廃する高岡市妊産婦医療費助成条例の一部を改正する条例など6件を提案するものであります。その他議案につきましては、高機能消防指令システム及び消防救急デジタル無線設備に係る製造請負契約の締結など4件でございます。認定議案につきましては、市民病院、上下水道等の企業会計と
一般会計などの決算認定にかかるものであります。条例その他議案につきましては以上となります。次に、北陸ディセンションキャンペーン期間のおもてなしにつきましてご報告をさせていただきます。本年10月から12月にかけまして北陸3県において開催されます北陸デスティネーションキャンペーン、北陸 DC の期間中、本州を訪問される方へのおもてなしとして観光事業者や交通事業者の方々と連携して、下記の取り組みを実施させていただきます。1点目は市内観光施設共通クーポンの割引キャンペーンであります。期間は記載の通りで、年内いっぱいを予定しております。市内10カ所の観光施設をお得に利用できます高岡市内観光施設共通クーポンを期間中現在500円で販売して700円で販売しているものを通常価格より200円割引させていただく500円で販売をさせていただくものであります。2点目は宿泊クーポンを活用した観光客誘客促進事業であります。こちらは令和7年来年の2月28日までを対象とさせていただきます。市内の宿泊者を対象にオンライン旅行予約サービス、こちら楽天トラベルになりますが、その中で使っていただく宿泊クーポン1000円分を、また過去に高岡市で宿泊した方や観光に関するアンケートの回答をいただいた場合は宿泊割引クーポン3000円分を配布させていただきます。こちらは併用はできません。一方で高岡歳時記の半額キャンペーンを現在やっているわけでありますが、こちらに関しましては年内いっぱい12月31日までの宿泊分を対象とさせていただきまして併用できるようにさせていただこうと思っております。3点目です。新高岡駅観光交流センターでのご当地ガチャ北陸 DC 特別バージョンの設置であります。私の息子もですね、どこか連れていくとガチャガチャをすごく従うわけですけども、皆さんのお子さん等もですねガチャガチャ大好きなお子さんたくさんおられると思います。これをですね北陸 DC の期間中限定特別バージョンで富山石川福井のカプセルトイを設置させていただきます。4点目です。北陸 DC 期間限定ツアーの実施であります。北陸新幹線新高岡駅を利用いただきました関西発着の北陸 DC 期間限定ツアーであります。昇降寺特別拝観や山頂筋の国登録有形文化財でコース料理を楽しむなど1泊2日の特選プランをこれ全部で3工程ご用意させていただきました。金額も違いますのでまた詳細につきましてはこれリース今後するんだよね、ですよね、はい、今後発表を正式にさせていただきます。次に先ほど申し上げましたが前の線の IC カード導入に伴う記念キャンペーンで交通系 IC カードをご利用時前の線の運賃が 10% 割引となるものであります。こちらは9月の28日から年度いっぱいを予定しております。次に現在再構築の議論も進めております上原線氷見線の関連事業であります。JR 氷見線に乗って道の駅雨嵐へ行こうキャンペーン、こちらは JR 氷見線車内で写真を撮影し道の駅雨嵐で写真を提示された方に景品を進呈するものであります。2点目はベルモンタの追加運行およびグッズのプレゼントであります。通常運行日土日でありますがこれに加えまして月曜日も運行をいたします。乗車された方にはベルモンタグッズを進呈させていただきます。7点目は路線バス高速バス関連事業であります。1点目下越のバス1日フリー切符の販売であります。こちら現在も販売中でありますがこちらの期間を年度内いっぱいといたすものであります。2点目は比越の2日間フリー切符の割引であります。こちらは10月の1日から年内いっぱい観光ナビ旅屋バイウェスターで販売中の路線バスフリー切符を現在は5000円で販売しているところを期間内は3500円で販売するというものであります。7点ではないですね、全部で9点のいろんな事業をご紹介させていただいたわけですけれども、当然これらの取り組みに加えましてさまざまな取り組みを引き続き高岡市では考えてまいりまして、冒頭でも申し上げた通り高岡だけでなく県西部また富山県の皆さんと連携をしながらまた北陸の皆さんとも連携をしながらですねこの北陸 DC を成功率に収め、そして次につながるようにしていくのが私の大きな役目だと思っておりますので、
市民の皆様とともに多くの観光客の皆様をおもてなししてまいりたいと考えております。次であります。ロボットプログラミング体験イベントの開催であります。本市ではですね、毎年3月に高岡市ロボットプログラミング競技大会を開催しております。今年度はですね、そのイベントのプレイベントといたしまして、お問い合わせ料にぎわい創出実行委員会の方々が主催されます子ども向けイベント、ワクワクメルヘンランドの一つの、イベントという形でロボットプログラミング体験イベントを開催させていただきます。子どもたちの、やってみたいと思う、そういった思いをですね、やってみようというふうにこう背中を押す、そんな取り組みと、させていただいて、子どもたちがロボットプログラミングにですね、より身近に、そして気軽に体験できるイベントとなるように努めてまいりたいと考えております。開催日時は9月の15日の日曜日、12時半から4時20分まで。開催場所はお問い合わせ料1階のアトリウムを予定しております。対象者はロボットプログラミングに興味のある小学生から中学生です。低学年の場合は保護者の同伴が望ましいということとさせていただいてますが、低学年だけで来られたとしてもしっかりと対応はさせていただこうと思います。体験内容は小型 LED ライトを使ったプログラミングのワークショップ、またロボットプログラミング体験、こちら1コマはそれぞれ30分となっております。定員参加費等はですね、冒頭にも、1番の小型 LED ライトに関しましては、参加費500円がかかってまいりますが、2番のロボットプログラミング体験は無料であります。で、1番2番とも定員は、それぞれ24名ということにさせていただきまして、応募多数の場合は大変申し訳ありませんが抽選とさせていただくこととしております。申し込み方法はですね、QR コードより申し込みをいただくこととしております。これは QR コードだけですか？ホームページでもできるそうであります。すいません、その点またお伝えいただければと思います。申し込みの締め切りは9月8日とさせていただきます。ネットワークアシスト高岡、また末広開発の皆様方にご協力をいただきまして、しっかりと子どもたちに機会の提供をしてまいりたいと思います。次に高岡アプリのダウンロードプラスアルファで商品応募ポイントがもらえるキャンペーン、大変長いキャンペーンになっておりますが、についてご説明をさせていただきます。高岡アプリに関しましては、市民の健康づくりや介護予防、生きがいづくり等を目的といたしまして、本年4月1日より運用を開始しております。市オリジナルのアプリであります。現在高齢者のデジタル活用の推進や健康づくりを目指しまして、65歳以上の市民を対象とした高岡アプリのポイントで商品をゲットしよう第1弾を実施しております。この度アプリのダウンロードやアンケート回答などをしていただいた方に対しまして、最大で商品応募に必要な500ポイントをプレゼントし、さらには当該企画の商品応募における有効ポイントの付与、応募期限を延長することで、より多くの方々にこの高岡アプリのダウンロードをしていただこうというものであります。当然ダウンロードをする際にお困りの方もおられると思いますので、そういったサポートもしてまいりたいと考えております。ぜひともこの機会にですね、このアプリをダウンロードしていただきまして、日々の健康づくりや介護予防、生きがいづくり等にご活用いただければと思っております。対象者は本アプリ内の健康マイレージアプリをダウンロードしている65歳以上の市民であります。付与させていただくポイントは最大で500ポイント、内訳といたしましては、健康マイレージアプリのダウンロードで300ポイント、健康マイレージアプリ内のアンケートへの回答で100ポイント、健康マイレージアプリの利用、これ1回でも歩数の送信等をしていただくと100ポイントが入り、これで計500ポイントとなります。ポイントの付与日時でありますが、9月30日月曜日の午後5時から6時にポイントを付与させていただきます。なので9月30日までにダウンロードしてもらうということですね。はい。アプリのダウンロードサポートにつきましては、やっぱり高齢の方々も多くですね、どうやってダウンロードするかわからないという声もいただいております。高岡市のふれあい福祉センターにおきまして、9月の6日から10月の25日までの毎週金曜日の午後1時半から3時30分まで、
サポートをできる体制を取りたいと考えております。今日も台風10号が近づいてきております。そういう意味ではですね、我々が発信すべき、そういった災害に関する警報情報等もですね、さまざまなデジタルツールを使って届けていかなければいけないと思っております。高岡アプリをはじめ、高岡市の公式 LINE 等にもですね、ご登録をいただきまして、ご自身の大切な命や家族の命、また財産等を守るためにも、情報にお困りのならないようにご自身でダウンロードすべきもの、登録すべきものを登録していただきますように重ねてお願いをさせていただくところであります。私からは以上であります。皆様方からのご質問をお受けしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、どうぞお願いします。富山新聞村中でございます、はい、お疲れ様です。補正予算のことでちょっと、はい、予算の特徴ということでここに書いてあるのですが、まあ、ここにある通りやっぱり第一は震災対応という位置づけかどうかということをまず聞きたいと思います。はい、その通りであります。わかりました。で、であれば復旧工事推進住宅なのですが、はい、これはまあ一義的にはその福祉地区の下水道工事のスピードアップということが眼目ということだと思うんですけど、まあ、そこに住まわれる人の生活をなるべくそのまあ影響がないような形での配慮ということなのですが、それはやはり住まいをきちんと確保することで、なおかつ震災を前に復旧前に進めていこうという、そういう、まあ、前々から市長おっしゃられているんですが、そういうことの表れなのかどうかということの確認をさせてください。はい、ありがとうございます。今回のこの推進住宅の方に関しましては、その下水道の工事に伴いまして、その1ヶ月2ヶ月単位で移ってもらうんじゃなくて、ご自身の家の目の前であったり、工事がこの短いスパンでこうやっていくわけですけども、長期ではなく短期でご自身の住宅の下水が使えなくなる可能性がある方々の、まあ、いわゆる仮住まいとしてご用意をさせていただくものであります。これに伴って、工事というものは格段に早くなるというふうに考えております。要はですね、時間を区切って工事をして、また夕方になれば、工事が終われば下水とつなぐっていう、この工程がなくなるんですよね。要は、止めっぱなしで工事ができる、この分の速度を上げていくという思いを込めて、この復旧工事推進住宅運営事業というものを今回、考えさせて。ありがとうございます。もう一点お願いします。子ども誰でも通園制度の施行事業についてでありますが、はい、まずはこれ富山県内では高岡市が初めての施行であるかということの確認と、それとこれは国の方から高岡市さんの方でぜひやってほしいというふうに働きかけがあったのか、それとも高岡市さんの方からぜひともうちでやらせてほしいというふうに手を挙げたのか、はい、そのあたりをちょっと教えていただけますか。はい、ありがとうございます。まず県からは何も言われてません。はい、言われてないよね。はい、言われてません。我々として高岡の子ども真ん中を実現していく上で、必要となる事業としてこの子ども誰でも通園制度というものをまず受け止めております。まあ、その上で、まあ、令和8年からですね、これ本格実施となるわけでありますので、まあ、本格実施が令和8年だから令和8年から始めればいいではなくて、まあ、こういった子ども真ん中を打ち出している本市としては、どこよりも早く、そして必要とされる事業かどうかの見極めも当然していかなければいけないということもありますので、まずは一律園の方から始めをさせていただこうという思いで、今回この事業を提案させていただくこととしております。それに関連してもう1点だけすみません。まあ施行するということでいろんな市民の声というのが返ってくると思うんですけど、まあ、いろんな声の中でこういったふうに改善した方がいいよという声があれば集約をして国に、まあ、提案というか、こんな声があったんで制度改善したらいかがですかみたいな、そういう提案をすることもありえますか。はい、もちろんありえると思います。まあ、国に対して、何かこうお願いするだけではなくてですね、これいろんなパターンがあるんですよ。なんだっけ、3つぐらいパターンで、子供いる、いないね、いないよ、珍しいもんね。
ちょっとすみません、いないですけど、確かその既存の施設の中でやるものとか、別の施設を設けるものとか、いろんなパターンが確かあるはずなんですよ。うちがやるのは、既存施設の、まあ、いわゆる空いてるスペース、まあ空いてるスペースではないですけど、別の使い道に変えて、そこを使うっていうパターンなんですけど、そのパターンじゃない方がいいという意見も当然出てくると思っております。だから既存のメニューの中でも、今高岡はそのうちの一つをやるので、もしかするとこのパターンじゃない方法もありえるんじゃないかということをこれ当然検討していかなければいけないと思うので、まあ、そういう意味ではご利用される方々、またご利用に踏み切れなかった方々、いろんな方々のご意見を聞いていきたいなと思っております。ありがとうございました。私は以上です。はい、ありがとうございます。お願いします。日本新聞の中島です。ちょっと発表の項目外で一つなんですけども、はいはい、日々の林市長は先に、まあ、2期目の途中での退任というのを表明されました。で、まあ、高岡市と氷見市というのは、まあ、広域圏の事業とかあるとか、あるいは、まあ、上原氷見線の関係の事業であるとか、連携して取り組んでこられること非常に多かったと思うんですけども、率直に林市長の決断というのをどのように受け止められましたか。林市長の決断に対しては本当に苦渋の決断をされたんだろうなというふうに受け止めております。また私自身の受け止めは大変悔しく思っております。おそらく自分がもしも林市長の立場だったというときに、まだまだやらなければいけないこと、またやりたいこと、そして私といろんなお話をさせていただく中で互いに夢も語り合ってまいりましたし、いつかこんな高岡に、氷見に、そして県西部にというようなお話も、県西部6市の市長が集まればいつもそんな話をしております。そういった中で今回林市長がご決断されたというのを大変重く私も受け止めておりますし、自分ごとのように悔しく。10月の中旬から4件工事を着手、まあ、これ下水の話なのかなと思うんですけれども、はい、まあ、その下水で良いかという確認と、まあ、地区としては、まあ、この補正の話も関すると不思議のことになるのかなと思うんですけれども、不思議で工事を10月中旬から着手していくという認識でよろしいでしょうか。いや、工事の内容になりますので担当からお答えをさせていただきます。技術作家の杉本です。冒頭のご質問の中で、この4件につきましては、不思議のことでございます。一方でですね、不思議以外の地区についても順次準備が整ったところからやっていきますので、今回の件については不思議地区でございます。全て下水ですよね。はい、下水でございます。はい。先ほどから台風のちょっとお話があって、で今週末から月曜日にかけて、まあ、県内に接近すると思われるんですけども、はい、現状で、まあ、例えば公共施設の休業だったり、あとはそのイベントの中止とか決まっていることがあれば教えていただけますか。はい、私の今耳に届いているもので、何かイベントが中止になりましたというようなことはまだ聞いておりません。もしかすると担当の方にはあるかもしれませんが、私の方にはまだ報告は受けておりません。一方で、当然準備備えはしていかなければいけないと思っていますので、それぞれの各担当において自分たちが関わるこの台風の影響というものを今精査してもらっている状況になります。分かりました。ありがとうございます。先ほどの読売さんの質問に関連しなんですけども、はい、まあ、敷地区で10月中旬から4件の工事が始まるということで、これに伴って復旧工事推進住宅を利用していくという、そういう認識でいいんですか。はい、わかりました。ありがとうございます。はい、お願いします。予約はできました、はい、予約ができました。どうしても健康時間がかなり長い時間取られるので、どうしても10月に健康診断の予定ですよね。はい、絶対行かれますよ。絶対行きたいです。ただ、まあ
こういう台風とか震災とかそういったものがなれば当然私自身は優先を変えなければいけないので 100% 絶対とは申し上げることはできませんが、今回はなんとか健康診断を受けたいなというふうに思っております。業界、はい、そうですね、民間の皆さんなので経営の判断というのは私が口を出すことではないと思っていますが、この高岡地方の小さな自治体ではありますが、日々いろんなことが起きております。そしてもういつも記者会見で申し上げる通り、マスコミの皆さんのお力をお借りして、市民もとより県民そして国民の皆さん世界に向けてですね、発信していけるというのはマスコミの皆さんのお力があってこそだと思っておりますので、県内での発行というようなお話は聞いておりますが、大変残念には思いますし、またですね、このいつかこの高岡でも取材していただける日が戻ってくるのも願っておるところであります。ちなみに前西さんとどこって言われましたか？あ、サンケイさん。それはごめんなさい、知りませんでした。前西さんだけのことは認識しておりました。そこはいかがでしょうか？時事通信社の木村と申します。はい、よろしくお願いします。不正のことで、はい、細かいことなのでもしかしたら担当に聞いた方がいいのかもしれないんですが、市民病院の経営支援委託業務で、はい、収支改善を図る経営支援業務って具体的にどんなことなのか、この文を読むと例えばそういう民間のコンサル的なところにそういうのをお願いするのかとか、あとはですね、このなぜこのタイミングでというか、そこまでこう市民病院の経営状況というのを悪化しているのかなというところが気になったので、そこにお伺いできればと思います。はい、ありがとうございます。いわゆるコンサルに発注するような形になりますが、どうしてもこの病院のこの経営支援というのは、ちょっと専門知識が必要になってまいりますので、そういった経験のあるコンサルに発注をするというふうに、ご認識いただければと思います。で、後半の方のご質問であった、なぜこのタイミングかというようなところですけれども、どうしてもですね、この感染症に対応してきた数年間というのはですね、交付金等もですね、国から入ってきていたりしまして、やっぱりこう今の時代に必要な病院の在り方っていうのは、私はずっとこれコロナの期間から市民病院といろんな相談をしてきておりまして、これから先自治体病院はどうあるべきか、そしてそのためにはどうやれば持続性の高い財政運営ができるのか、こういったところを今回コンサルの方といろんなご意見をいただきながら進めていきたいという思いでここでご参加をさせていただいております。当初でも良かったんじゃないかと言われると、当初の頃、震災もありましたので、ちょっとそこまで手が回らなかった部分を今回補正で組ませていただいたような状況であります。確認ですけど、こう今すぐじゃあこの なんていうかこうもう廃止になるというか、そこまでこう経営状況が悪化しているわけではないんですけども、その前から対策を打っていこうっていうような。そうですね、これ今予算化しているのがどうしてもその財政の方だけが見えるんですけど、病院そのものに関する部分も私はやっていくべきだと思っております。なんていうか全体の市民病院としての今後の在り方っていうところで、我々ではなかなかできないこのいわゆる経営の部分、ちょっと専門知識が必要な部分に関してさまざまなご意見をいただけるような環境を予算化しただけで、病院全体としてどう魅力を上げていくかということをこれまでも取り組んできておりますので、例えば4月にはアイセンター、眼科のアイセンターを立ち上げたりとかですね、地域包括病も始めたりとか、いろんなことをこう病院としてのこう改革を進めていく中で、今回こういった形で外部からのご意見をいただけるような形を取るという流れだと思っていただければと思います。一方でこれうちだけじゃなくて、どこのおそらく自治体病院も医師不足であったり、医師の働き方改革であったり、看護師また医療従事者のなり手不足等々でお悩みの病院は多くあると思っております。そういった中においても高岡市民病院は一歩早くそういったところの改革に乗り出していきたいという思いも込めて、こういった補正での予算分とさせていただきました。わかりました、ありがとうございます。すいません、はい、再度、補正とはちょっと違う話で、はいはい、
冒頭英語のプログラムのことをちょっとおっしゃられましたが、まあ、自身で掴み取ってきた成果なんだろうなとは僕は受け止めておるんですけど、すみません、私6月からなもんですから、はい、すみません。それでその受け止めですね、あちらからそういうプログラムの実施について協力いただけたことについて受け止めを改めて聞きたいことと、それとこれ所管課、後でちょっと詳しい内容は所管課に聞こうと思うんですが、それどちらになるかちょっと教えてください。はい、教育委員会、これは教育委員会今日いないよね。文化国際課です。大変失礼いたしました。文化国際課でした。はい、吉本課長のところにお尋ねいただけたと思います。この、まあ、ELP プログラムというのはですね、渡米する前から存在を知っておりまして、要は大学生とかですね、社会人というところはこう実績があるということを聞いていて、こういったことを高校生にできないかな、中学生にできないかなという、まあ、まず青写真を今来ました。でその上で、高校の再編統合があり、今議論が県の方でも進められています。でこの高校再編統合で高岡にある高校が魅力をさらに付加価値をつける方法も模索をしていました。でなんで県立高校のことを市長が口出すんだって言われるとそこまでなんですが、やはり今学校というものは地域とは私は密接な関係にあると思っています。でこの学校を選んできてくれた子たちが高い教育を受け、そして世界に羽ばたける人材になるために、この ELP プログラムが利用できないかということを考えておりました。ただし一方でゼロからのスタートであります。ましてや相手がおられることであります。なので渡米前にさまざまにご質問をいただいた際に、私がそこを明言していなかったのは、勝ち取れるかどうかわからなかったからでもあります。で今回パデュー大学の学長をはじめ皆様方に私の思いが伝わったことは本当に嬉しく思っておりますし、パデュー大学にとってもメリットのあることだというご判断をいただいたというふうに聞いております。まあ、そういう意味ではウィンウィンの関係で、地域また学校等の新しい魅力を生んでいくことにもつながれたというのは本当に良かったなというふうに私自身は受け取っています。以上です。県教委の方もそれはまあ歓迎しているような形なんですか。県教委に聞いてみていただいていいですか。もし、はい、正直言って当時青写真だけは伝えたと思うけど、別にそんな明確な反応があって交渉したわけではないです。でここはちょっとまあオフレコの部分になるのかなと思うんですけど、まあ、別に私が帰ってきてすぐにこの2つの高校の地盤から出られている県議会議員の先生にこの話をしました。でこういったことで前向きに検討してもらえると、ただし組手がいなければ進まない話だと、力貸してもらえないかということで、お住まいの県議の先生にお力添えいただいて、こういった形にまで持ってこれたというのは私だけではなくてですね、当局の皆さんもそうですし、県民の先生方、また県教員の皆様方、さまざまな方々にお力添えいただいてここまで来れたなというのが実際のところであります。ありがとうございました。そこはいかがでしょうか。大丈夫ですか。ありがとうございます。ありがとうございました。このパターンの記者会見がいいのかどうか、また候補の方にまたご意見いただければと思っております。引き続きどうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。